ピアノを弾くときに第三関節から指を動かすことで前腕の痛みや疲れを軽減させることができます。皆さん、こんにちは。今回はピアノを弾いていて腕が痛い、腕が疲れるという方々のための動画です。ピアノを弾いていて腕に痛みや疲れを感じていませんか？素晴らしいピアニストたちが演奏する映像を見ると本当にリラックスしていて自由自在で、痛みや疲れとは無縁のように感じます。そんな風にピアノを弾きたいって思いませんか？僕は以前前腕に痛みや疲れを感じたことがあります。その時に学んだことを皆さんに共有したいと思います。ピアノを弾いている時に腕に痛みや疲れを感じるのは弾き方に原因があると思います。この問題を解決する一つの方法についてお話ししたいと思います。では皆さん、右手出してみてください。次に左手で前腕の少しぷっくりとしたあたり、このあたりを掴んでみてください。そして右手の第一関節、もしくは第二関節あたりから指を動かしてみてください。こういった感じですね。どうでしょうか？右手の前腕あたりの筋肉がよく動くというふうに感じられたんではないでしょうか。この時、腕は屈筋という前腕の2つの筋肉を使っています。つまりこの動きを連続するということは前腕の筋肉を使い続けるということなので、腕の痛みや疲れへつながっていってしまいます。では先ほどと同じように右手を出していただいて、前腕のぷっくりとしたあたりを掴んでみてください。今度は第1、第2、第3ですね。第3関節から指を動かしてみてください。手を閉じる動きですけれども、いかがでしょうか？少し早く動かしても前腕の筋肉の動きが格段に少ないということがわかると思います。この時には中央筋という手のひらにある筋肉を使っています。このように第3関節から動かすと前腕の筋肉の酷使を避けることができます。つまりピアノを弾くときに第3関節から指を動かすことで前腕の痛みや疲れを軽減させることができます。とはいえ、第3関節から動かすといってもなかなかしっくりきませんよね。僕たちは通常手のひらから独立しているここを指と呼んでいますが、実は指の骨はもっと長く手首の手前あたりまであります。ここにある関節のことを CM 関節というふうに呼ぶのですが、ここから動かすつもりでピアノにタッチすると第3関節をうまく使うことができると思います。腕の痛みや疲れを感じている方にこの方法が役立てばとても嬉しいです。ピアノを弾くときに痛みや疲れがあるっていうのは本当にしんどいですよね。僕自身も経験があるのでとてもよくわかります。ぜひ体にとって心地よく、そして音楽に没入できる奏法を一緒に探していきましょう。ただし、もし痛みが続くようであれば必ず病院に行ってくださいね。体のプロフェッショナルであるお医者さんの診察や助言を受けれることを忘れずに、ピアノをこれからも楽しみましょう。それでは。